皆さんこんにちは。今回は新しいカフェがオープンしたということで、現場のゆいちゃん。ゆいです。これから新しいカフェに行ってみたいと思います。早速向かいましょう。駐車場もあります。到着です。店内に入ってみます。店内綺麗ですね。ここは夜だと夜景が綺麗で、デートスポットにもいいですね。まあまあ、高えな。バックヤードにも侵入します。現場からは以上です。とても広くていいお店でしたね。以上、放送部から新しいカフェの紹介でした。